羽田空港の衝突事故では海上保安庁の5人が死亡しました。乗組員の田原信行さん、石田芳樹さん、立脇渉さん、宇野誠さん、加藤茂明さんの5人はその場で死亡が確認されました。機長の宮本元気さんは自力で脱出しましたが重傷です。